こんにちは、MJWS です。今回は神奈川県海老名市の海老名市民ギャラリーで開催された通称エビブリを見に行ってきました。この界隈、日高式モノレールと聞くと、あのレゴのモノレールね、というほどこの単語が通用する状況となっているわけですが、今回のエビブリにはこのレゴを使用したモノレールを考案作成した日高さんが参加されるということで急遽見に行ってきた、とこういうわけです。日高式モノレールは過去大阪モノレールが主催するフェスティバル等で展示されたこともあったのですが、この時は当室ではタイミングが悪く見に行けませんでした。数年の時を経て今回現物が動いている様子を見られるということで見てきました。こちらが日高式モノレール、センサーでスイッチバックし、かつ分岐器も動くのです。東京モノレールのシーサス分岐器を思い起こさせる動きです。特に驚いたのが渡り線転換器の分岐器の動き。現物のシーサス構造の分岐器は渡り線時には距離が足りず空間ができてしまうことから、中間に回転桁というものを設けこの空間を埋めるのですが、日高式モノレールの渡り線時にはなんと軌道の走行面が若干スライドし、この空間が埋まる構造になっています。びっくりを通り過ぎてもはや感心です。大阪モノレールのイベントの際は大阪モノレール2000型のモノレールが登場したようですが、こちらのように東京モノレールの1000型も製作されています。さらにこちらはシンガポールのチャンギ国際空港 PMS 向けクリスタルムーバー風のモノレール。曲線の造形が難しいそうですが、本物が良い感じでデフォルメされ表現されています。さて今回見学してきたエビブリ、正式名称はエビナブリックコンファレンスという名前だそうで、この略称がエビブリとなっています。エビブリは日本各地にいらっしゃるレゴブロックのアマチュアビルダーがそれぞれのオリジナル作品を持ち寄り展示するイベントだそうで、入場料は無料となっています。こちらはビルダーのブルースカイさんの作品。上野県水線が見事に表現されているのですが、なんとこのモノレールの構造も実際の上野式と同様の構造が表現されていました。実物の上野県水線は現在廃線が決まり、小座型での復活が検討されている最中ですが、このエビブリの会場で現役当時の姿を思い出すことができました。さらにこの下には今度はサフェージ式の構造がレゴで表現された懸垂式モノレールも走行していました。サフェージ式はスペース的にも構造的にも複雑になりがちですが、このモノレールではその構造が忠実に再現されていて、今回かなりびっくりさせられた作品の一つとなりました。さて今回はレゴブロックのアマチュアビルダーさんの作品展示会エビブリを見てきました。大人から子供まで楽しめる内容盛りだくさんでしたので、ご都合のつく方はぜひ次回のエビブリを見に行ってみてはいかがでしょうか。それではさようなら。